はい、プレボル、どうも野球人です。中日ドラゴンズ、阿波野、立石、伊藤ヘッド有能コーチが次々と対談へということでございまして、今回は中日ドラゴンズですね、コーチ陣の方が結構ね、退任されるという情報も入っておりますので、一つずつ見ていきましょう。はい、では記事見ていきましょう。中日伊藤ヘッドら3名のコーチが対談。中日は19日、伊藤ヘッドコーチと阿波野投手コーチから成績不振を理由に対談の申し入れがあり、受諾したと発表。今季最終戦までベンチ入りするという。共に与田監督が就任した19年に中日入りし、3年間一軍首脳陣の中心的な存在として指揮官を支えてきた。今季の中日はここまで54勝68敗17分けの5位と低迷。3年契約の最終年の与田監督は今季限りでの退任が決まっており、次期監督として球団 OB で野球評論家の立浪氏に就任を要請しているということですね。はい、これがですね、昨日の記事でございました。はい、さらに今日ですね、こちら下の記事です。中日は20日、立石2軍野手総合コーチが今季限りで退団すると発表した。本人から申し出があったと。与田政権が誕生した2019年から若手を中心に指導していた。南海ホークスで過ごした現役生は内野ならどこでもこなすユーティリティプレイヤーとして活躍。1986年に現役引退、その後は中日を筆頭に、近鉄阪神楽天らで、コーチを歴任していたということでございます。はい、ということで、この2日間でですね、計3名のコーチ陣が退団という情報ですね。まあ仕方ないかなっていうところでもありますね。与田監督が辞めるとなれば一緒にね、来た、この3人っていうのは、そうですね、これが規定路線だったのかなというふうにも思います。はい、ではね、この3名のコーチどういうね、方だったのかというところを3名ともおさらいしていきましょう。はい、では見ていきましょう。伊藤勉ヘッドコーチですね。出身地は熊本県、1962年8月29日生まれ、59歳、181cm、84kg、現役時代はキャッチャー、右投げ右打ちでございました。監督コーチ歴はですね、西武からロッテ、中日、西武、ロッテではですね、監督を務められておりました。中日でのコーチ歴はですね、3年になります。現役時代は西武の正捕手として当時の黄金時代の司令塔を務め、2002年からコーチも兼任し、2003年に現役を引退。翌年から西武の一軍監督を務め、1年目で優勝を果たします。その後2007年に退任し、2013年からは千葉ロッテの一軍監督に就任。5年間で3度の A クラスと結果を残したが、2017年に退任します。そして2019年からは中日の一軍ヘッドを務めておりました。はい、伊藤、ヘッドコーチですね、監督経験も非常に豊富な、方でございました。当初はですね、与田さんではなくて、この伊藤さんがね、監督の方がいいんじゃないかという声もあったほどでございます。しかしですね、ヘッドコーチに就任して、今一つね、ちょっと輝きっていうのが、監督時代ほどはですね、なかったのかなっていうふうには感じました。与田さんとのね、折り合いとかもいろいろあったのかもしれませんが、少しね、期待、とは違った、活躍になったのかなというふうには感じました。では、与田さんとね、一緒に来たということで、退任ということでございます。はい、続いて見ていきましょう。はい、続いてはですね、阿波野秀行さんですね、一軍投手コーチでございます。出身地は神奈川県、1964年7月28日まで、57歳、178cm、75kg、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの、現役時代はサウスポーでございました。監督、コーチ歴ですね、巨人、横浜、そして巨人、中日と、コーチを務めていらっしゃいました。中日でのコーチ歴は3年間と。はい、現役時代はですね、近鉄、巨人、横浜の3球団を渡り歩き、その全球団で日本シリーズに出場、通算で75勝を挙げ、2000年に引退。翌年、巨人の2軍投手コーチに就任し、2004年からは1軍投手コーチに昇格。2006年ですね、横浜で1軍投手コーチを務め、1年で解任。2011年に再び巨人に戻り、2018年までコーチを務め、2019年に中日ドラゴンズの1軍投手コーチに就任しましたということで、非常にね、長い間投手コーチを務めてらっしゃる、ね、方でございますので、その手腕というのは非常に買われておりました。はい、優秀なコーチでございます。今のね中日の、東証国を作り上げた功労者の一人と言ってもいいんではないでしょうか。やはりねそういうこともあって、この粟野さんに関しては退任をね惜しむ声っていうのがかなり聞こえてきたのかなというふうに思います。しかしね、伊藤ヘッドコーチと、共に対談を申し出たということでございまして、彼なりの ある程度のけじめだったのかもしれません。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いては立石光雄さんですね。2軍野手総合コーチです。出身地東京都、1957年12月6日生まれ、63歳、172センチ、75キロ、ポジションは、現役時代内野手、右投げ右打ちの選手でございました。で、監督コーチ歴ですね。コーチ歴なんですけれども、ホークス、中日、近鉄、阪神、楽天、中日と、中日もね2回目ということで、非常にね、たくさんの球団で指導をしてきた方でございます。中日でのコーチ歴というのは8年ということで、非常にですね、長い、コーチ歴ということでございました。以前に5年、今回で3年ということですね。現役時代は南海ホークスでプレーし、1986年に引退されます。翌年からホークスで、コーチに就任し、その後も国内外で数々のチームでコーチを務めました。そしてですね、2019年からは中日ドラゴンズで巡回コーチに就任、2020年から2軍、野手総合コーチを務めてい、らっしゃいますと。はい、というわけで、このお方もですね、様々な経験があるということで、その手腕はね、やっぱ買われておりましたし、2軍の内野手をしっかり鍛えたと言ってもね、過言ではないかなというふうに思います。立石さんの退任もね、結構残念がある、ファンの方も多いようには感じました。はい、ということで以上ですね、3名の方が対談を申し出たということでございます。はい、ではですね、対談発表された方をまとめていきましょう。まずね、与田監督がまず第一に、退任発表されたということでございました。3年間で、A クラスもね、昨年入って、悪くなかったとは思うんですけれどもね、本当に B クラス低迷続いていた中、A クラスに入ったっていうところは評価されるべきですし、補強がね、かなり少ない中、よくやっているとは思うんですけれども、今年3年目で結果出なかったということで、そこはね、仕方ない部分でもあるかなというふうに思います。はい、そしてですね、今回ご紹介した1軍ヘッドコーチの伊藤さん、投手コーチの粟野さん、2軍野手総合コーチの立石さんが続いてですね、退任発表されたと。はい、現時点ではこの4名ですね、監督コーチ、対談発表されておりますが、新しい人事のね、報道もたくさんありますので、まだ対談するコーチの方も多いのかなというふうには思います。何人かね、思い浮かぶところはあるんですけれども、この、入れ替えということなんで、完全にね、中日が生まれ変わる年になるのかなっていうふうには思います。いいようにね、転ぶか、悪いように転ぶかっていうのは、今の段階ではわからないんですが、とにかく何かね、変わる1年に来年はなるのかなというふうには思いますので、そういう意味では非常に楽しみかなというふうに思います。では最後にネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。与田監督は青野コーチが対談、多分赤堀、コーチも対談するでしょう。来季は、監督が野手出身なので投手力が現状維持できるのか不安しかない。有能なコーチを集めなければ今年よりもチーム力が低下すると思うということですね。そうですね、何でもかんでもね入れ替えて、いけばですね、当然優秀な、ね、コーチもいるわけでして、そんな中ですね、そこを残すか残さないかというところもね難しい判断なんですが、投手コーチに関してはですね、落合さん、大塚さんが入ってくるというところなんで、あとね、誰か一人は確実に、退団になるのかなっていうふうには思うんですけれども、難しいところですね。はい、こちら見ていきましょう。他のコーチはどうなんだろう、残留の人もいるのかな。とにかく立浪監督での新人事の発表が待ち遠しい。噂されている人以外にもドラ OB とか、入ってほしいですねということですね。本当にね、連日様々な報道がされています。組閣のね、ことなんですけれども、立浪新体制、PL 勢がねたくさん入ってくるんじゃないかとかいうふうに言われておりますが、バランスをね、取って、お友達内閣みたいなね、いう風になったら、良くないっていう風には言われておりますので、立浪さんよりね、年齢がいっているね、結構年配の方とかも、入ってくれば、ある程度バランスとかも取れてくるくかなっていうふうには思いますので、まだね、たくさんの方がおそらく名前上がってくるとは思いますので、その都度ね、ご紹介できればなというふうに思います。では今回は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。